はい、どうも、米助と申します。先日ね、コウダイがよく釣れた場所に行きました。でこの前の兆候では、合計4匹かな、1日で釣れて、3匹目まではね、連続でこう記録を更新していくと、なかなかね、ミラクルなことを起こしまして、で今日もね、引き続きさらなる大物を狙ってね、コウダイ釣りをやっていきたいと思います。で使用する仕掛けはいつものね、炭鉱部ゲーム、虫ヘッドっていうジグヘッドに冷凍指をつけて落とすだけという非常にシンプルな釣りです。さあ、やっていこう。で前回釣りした時はこう完全に準備が終わる前に仕掛けを落として、まさかのその段階で釣れちゃったんだよね。開始1分以内とかだよね、多分ヒットしたのが。まあ今日はそんなミラクルなことは多分起こらないと思うけど、ちょっとだけ流れがあるな。よいしょ、よし、この状態でしばし待ちましょう。はい、でね、前回の兆候でもやったんですけど、この時期は本当ね、渋くて魚の活性が、少しでもね、魚を寄せておきたいので、こういう巻き置き網とかをね、使った巻き絵をね、巻いておきます。まあ、ちょっとね、まだ解凍が終わってなくてカッチンコッチンなんだけど、まあ朝一は重要な時間なので、ちょっと解凍が終わったやつからちょっと無理やり巻いていく。掃除してくれてる。お、食った。めっちゃ掃除してくれてる。あ、どこ行っちゃった。さあ、なかなか反応がないね。今日はこの前は結構この時間帯ですでに2匹ぐらいは釣れてたのかな。もう確か1匹か2匹ぐらいは確か釣れてたんだけど、今日はなかなか反応がありませんね。なんかでかい、なんかこれでかい、あれ小ぶりじゃない。なんか今下にね、堤防の真下に向かってなんかでかいコブダイっぽい魚が泳いできてたような見えたけど、気のせいかな。試しに今落としてみよう。もう通り過ぎちゃったかな。ちょっと待ってみようか。よっしゃ、よっしゃ、いやお昼まで待った甲斐があったね。いやよかったよかった。今日坊主になるかと思ったら、よし、よいしょ、ほいさあ、よっしゃ、
でかでかいな。相変わらずなんかここで釣れるコブダイやたらとでかいんだよな。えい、よいしょよいしょよいしょ。えい、さあサイズは、まあ、70センチはあるね。間違いなく70センチはあるね。あれ？想定してたよりでかいぞ。77センチ。うい、ついこの間ここで釣ったのが79なんで記録更新ではないけど、いやでもいいサイズだね。このこれぐらいのサイズになるとね、このコブもプニプニ、顎もねすごいボリュームがすごい。いやよかった、いやありがとう連れてきてくれて。だいたいこのサイズになるのにも結構15年ぐらいかかるのかな。多分10年じゃ効かないと思うんですよね、これぐらいのサイズって。いやよく来てくれた。よし、はい、というわけでね、今回は、兵庫県のね、淡路島にて、コブダイ釣りをね、やってみました。まあ、先日ね、来た時は、1日で4匹もね、釣れて、なかなかね、かなりサイズアップもできたんですけど、今日は結構渋くて、お昼までね、一切当たりがなくて、ようやくね、コブダイの姿が見えたなと思ったら、あの上釣れたという感じでしたね。はい。で、まあ残念ながら、今ちょうど多分ね、もしかしたら地合いに入ってるのかもしれないんですけれども、まあ予定があるので帰りますと。ということで。うん、まあでも、今回もね、結構大きいサイズ、引き続き釣れたんで、やっぱりね、大きいサイズが生息してるところは多分まとまって釣れるんでしょうね、大きいサイズが。逆にその、なんだろう、小さいサイズしかいないところ、まあ主に釣りやれてるところだと思うんですけれども、そういうところはなかなかね、小型サイズしか出なかったりもしますね。まあ、とはいえですね、まあ今回の調校で、とりあえず79センチまでは釣れたんですけど、80アップはね、まだ釣れてないんで、ちょっとね、来週から、とあるね、小さい離島にちょっと、行こうと思ってます。またそちらのね、釣りの様子も、まあ、釣れたらですけどね、釣れたらまあ、動画アップしますので、ぜひね、ご覧いただければ幸いです。それでは、バイバイ。